メニマニー、はい、コンメニマニー、はい、コンメニマニーカンパニー社長さくらりつきです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。次、はい、メニマニーカンパニー人事部けんなごです。お願いします。お願いします。そして、はい、ミニマニカンパニーのマスコット担当セフィナです。妖精です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、ということで、はい、久しぶりに集まりましたけれども、はい、何ですかこれは。そうですね、ミニマニカンパニーといえば、はい、企画ですよね。企画です。おりよしねこさん。当たり前だろ。そうです。あ、そうですよね。あ、企画動画とかね、はい、あの何本も撮ってきましたね。はい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 、はい、なるほどね。今日はじゃあ企画をやるんですね。そうですよ。いや、ま、でもまあすごい私たちずっとね一緒にやってきた中ですから、はい、意思疎通は、はい、まあお手のものですよね。どういう企画なんですか。ちなみにということで、はい、建築で伝言ゲーム。うわなるほど、はい、なるほど。これはもうそのまんま、そのまんまですよ。建築で伝言ゲームをしていくっていう話ですね。そうですそうです。テーマに、自分もテーマに沿って建築をして、相手に建築を見てもらって、はいはい、あ、はい、何々をがテーマなんだなみたいなものを伝えていくっていうゲームですね、はいはいはい、で最後に当てたら勝ち。そう、当てたらクリアということで、早速やっていきましょうか。やっていきましょうか。ほら、じゃあ現場行こう。ゴーゴー、イエー、レッツゴー。何畳何畳、一人何畳ですか。え、どうする、どうしようかな。なんかあの、どんぐらいあるの。まあ、高さほどほどにして、それよりも上に、まあ、5マスぐらいにしようかな。ね、ならないようにしようか。了解です。もうね、上ちゃんとね、あの制限しないと、あの再現なくでかくなるから、うち、うん、なんかでっかいのが好きな人がいるからね。そう、でっかいのが好きな人がいるから。かっこいい。じゃあまずは社長のターンということで、はいはいはい、いいですか。一旦じゃあ待機ですか。じゃあ俺2番目いく。2番目、はい、私じゃあ3番目。はい、じゃあ一旦さ、はいはい、ミュートしながらちょっと作るから。ああ、大丈夫、もう社長作ってる。え、作り始めた。あ、お、これミュートした方がいいかな。いや、じゃあ一回俺じゃあ説明入れとくわ、したら。オッケー。ということで、今回の企画、もう社長が作り始めておりますけれども、この後ろにある、ケイナガオの後ろにあるこのシルカボックスを使ってリレーをしていきます。なんと、はい、シルカボックスの中身ぐちゃぐちゃです。これを使って素敵なもの作れるよな。なるほどですね。うん、ちなみになんと失敗しちゃったら罰ゲームあるらしいってなんか聞いたことはあるんですけど、それは噂ですか。今作ったな、今作ったな。聞いたことあるんですよ、噂があったんですよ。じゃあそういうルールで行こうと思います。我々は待機。これ時間とかないの、社長。そういえば時間は、うん、あ、5分ぐらい。5分ぐらい、おー、かなり短いですね。じゃあチナ、チナもうできました。あ、できました。できました。よし、これで、じゃあ長尾呼んできます。はーい、呼んできます。回します。はーい、できましたか。できた、できた、できた。で、見ていいですか。はい、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 どうぞ。せーの、ドン。せーの、ドン。ワクワクする。なんだろう、なんだこれ。嘘だろ、嘘だろ、嘘だろ。これやばいよ、セフィラはやばい、これ。いやいやいや、どうしたんですか。いや、や、なんか、やんま、なんかちょっと、え、忘れちゃった前から。思い出してくださいって。なにこれ。はい、じゃあ長尾くんの番でございます。はい、はい、頑張ってください。お題、お題でね、お題めっちゃ見てる。おかしいな。もう一回見ていいですか。もう一回見ていいですか。なんす、なんだ俺、待て待て。分かっちまった俺。分かっちまった、来た。この中の材料は使っていいんだもんね。そうだよ、そうだよ。何でも使っていいよ。そしたら僕は行ってきます。任せてください。お、入っていった。楽しみです。制作部屋に入っていったぞ。入った、入った、入った、入ってた、入った、入った。なんか結構進んでってるぞ。いいね、めっちゃなんか音は聞こえます。うん、俺はね、さらに進化させるよ。これをもっと解像度高くする。進化、トッピングですよね。そう、いや、もう一押しって言った。いいぞ。よし、こんなじゃない、こんなじゃない、多分こんなだと思う。おー、完成です。見ていいっすか、
そろそろ。じゃあよしということで、ね、長尾圭の作品完成しました。ということでセフィナを呼びに行こうと思います。はい、はい、これはね絶対にわかるはず、うん、わかるはず。そう、さてちょっとね社長のインスピレーションを俺はあのコピーしたんで、はいはい、感じてください。社長を感じてく。あれ？なんだそのなんか。いやー、完成度高すぎだからこれ。いや、わかんないに決まってるから、うちがどんだけ一緒にやってると思ってんだよって。ほんまやで。完成度高すぎだこれ。ごめんな、簡単すぎてな。おー、まあ、任せてみてください。はい。作ります、これから。はい。なんか憂鬱そうじゃない あれおかしいな。何え、え、苦しい。え、フィナ楽しいよね。フィナ楽しいですよ。うん、え、もちろん楽しいよね。あ、私完成しました。おー、来た。はい、完成しました。はい、そうだね、ということで、フィナのが完成したということで、はい、答えを言っていただきます。はい、いくよ。せーの、バタン。おー、なるほど、発想の勝利。私が考えた正解はウォーデンです。おお、え、違うんですか。ウォーデンじゃないんですか。じゃあちょっと、社長答えの方を。答えはクリーパーでした。え、ちょっと待って、長違う。ちょっと待ってください。いいです。当たり前だろ。ちょっとさ、いや一旦見ようぜ。一旦見ようぜ。これめっちゃ可愛い。いやめっちゃすごい。これ、はいはい、え？クリーパー？クリーパー？え？え、待って、嘘だろ。クリーパーだ。社長。クリーパークリーパー、いやもうなんかどう見てもエイリアンじゃね。どう見てもエイリアンじゃない。え、実験体ですよねこれ。長尾さんって何を考えながら答えを。じゃあ長尾さんも見たい。そうね、社長の、同族だと思ったんですよ。だから社長は、まあ、人型もあるけど実は、うんうん、あの携帯にもなれると。なるほど、なるほど、プライベートモードの社長。なんかこれ、なんかこれ初めて見た瞬間、あれウォーデン、ウーパルコ、どっちやったじゃないやって。違う、これプライベートモードの社長だから。でもこう、お前が足取りだよ。ちゃんと2個ついてるからって。失敗じゃねえか、お前ら。どうなってんだよ。なんかめっちゃ簡単だって言っただろ。なんでこれ深読みしすぎだよ。ということで、挑戦バーイ。失敗。フィナ1番手、はい、社長2番手、俺ラストにしようか。オッケー。じゃあちょっと考えさせてください。あ、1分だけ、はい、何がいいかな。はい、あ、決めました。お、来た、決めました。一旦作りますね。じゃあ、いってらっしゃい。始めます。入ります。オッケーです。でもこれなんかいくつか出ちゃいそうで、あ、こうしたら分かりやすいか。できました。はい、社長呼びに行きます。はい、はい、コン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 、ピンポンピンポン、はい、完成いたしました。こちらへどうぞ。はい、社長、これです。あ、わかった。これわかりますよね。マジで余裕かもしんない。今回は絶対成功ですよね。わかった、マジ任せろだな。もう2個目で正解していいんですか。じゃあいいんですか。ゲームな。大丈夫か。でもいい、ね、いやいやいい。余裕だからね。こうだ。いいんじゃないですか。おお。おお。よし、ピンポーン。お、何？ピンポーン。いきますよ。はい。ポチ。どうぞー。おい、なんか真似してね。いやこれマジで。ああ、なるほど。これは。お、なるほど、出た。
さすがに分かったかもしれない。やったさっきうんって言葉失ってたけど。おうまいね。え、ほら。あえ、来た。うまいけど。うわ、どっちだ。うんうんうん。どっち。またえ、焼き割りかこれ。いや、オッケー。まあいいや。作ります。いやー。作ります。いやいやいや。問題はツインテールをつけるか否か。え、ツインテール。ひなは。冒険出かけた。絶対ね、あれよ。そんなことはしない。え、そんなことって優しさじゃない、あれは。ちょっと、これはね、どういうことですか。これはね、はやせって言ってる。よし、できました。はい、わその心は。それでは第2問。第2問ですね。はい、答えを長尾くんどうぞ。俺はフィナを信じてる。ワクワクする。これは笑いだ。よし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 。え、これはあのさっきと同じ生物ですか。待て同じ生物か。いやちょっと鋭いな。鋭いんだけど。待て。顔が同じですけど。いや鋭いな。待て。まさか。おかしい。待て。答えはリチキンエイリアンの姿。だから。いややっぱ社長やっぱあれさすがにリチキンやろ。いや。どうしてそうなるんですか。いや待て、お前その思考だったら私の姿を作ったことになるじゃん、私が。え、そうだ。え、そうでしょ。ちょ、ピナ。はい。いや、タコなんて安直なわけないだろ。タコに決まってんだろ。タコなわけないだろ。石井さん、熱いよ。石井さん、熱いに決まってんだろ。タコに決まってんじゃん。じゃあ、まあ、ピナちゃんの。ピナちゃんのやつ見ようか。まあ、いや、A が正しいかが、めっちゃわかんない。だって、見てくださいよ。これ。おー、社長やん。え、タコやん。え？え？いえ、これはですね、皆さん。俺分かったこれ、フィナ。え、これ。あ、分かった。これは。これはガストです。え、しかもガストなんだ。ストレーターじゃないの。ガストです。おい。だってハゲです。そんな髪の毛が引っ張らせてないです。ぬくみずさんじゃない。ぬくみずさんかと思ったけど、いやでもタコかもしれない。お腹タコかもしれない。だって俺のボケいらんて。だから。ボケを潰すな。ごめんちゃ。おい、これはガストだろ。ガストでしょ。ガストです。今気づいた。ごめんとは思ってて。次。では最後は長尾くんが。はい、ということで最後俺が1番手。1番手。2番手がフィナかな。はい、私が2番。最後私ね。これはね、分かんなきゃいけない。お前たちは。お、なるほどですね。なるほど。これはね、絶対に分からなければならない。ガチで当てに行くんで。はい。もう笑いとかじゃない。もうガチで行く。じゃあちょっと作っていきます。はい。じゃあ家の中で待っとくか。待ってます。よし、これでいいだろう。おお。はい。行っていいんですか？見に行っていいんですか？いいよ、見に来て。それでは。写真撮っとくわ。あれ？どうですか？これは？これです。戸惑いを隠せないの何？まさかあれですか？まさかあのあれですよ。おお。いや、わかれ。でもこれしか考えられないんです。おお、いけ。多分これで合ってると思います。よし。お、完成。意外に早かったのでは？リスキン社長。はい。ピンポンピンポン。はい。はい、完成しました。よし。こちらへどうぞ。どうぞ。ドン。ああ。え？え？何？え？うん、あ？ちょっと待って。これ多分あれやな。怖い。わかった。わかった。来た。ガチで行くぞ。多分。ちょっと待ってよ。え、これマジでちょっと待って。本当に怖い。なんで最後なんだよ私。こっちだろうな。きっとこれ。
多分あの代表的なあれだと思う。さあこれがラスト問題です。いやめっちゃ緊張する、やばいどうしよう。社長ファイナルアンサー本当に責任重大ではあるよファイナルアンサー。いやでも結構自信はある。本当になんでお前それにしたんだお前っていう。そうですねのがある。はい、さあではじゃあどうぞ。はぁはぁなるほど。あれはぁなるほどね。まあ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 、あれ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 、まあまあまあ、まあ、なるほど。これフィナルも先見ていい？はい、あ私も見ていい、私も見ていい。あいや見よう見よう見よう、みんなで見て。うん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 。あーいやいやでもそうなんだよな、まあ、そうなんだよ、そうなんだよな。え、そうなんだよって。そうなんだよな、なるほどな。なんですかこれ。わかんない。ミツキン TV ちなみにこれ見ても答えわかんない。わかん、もうもうもう何かなんだか。何これ。社長の答えは、え、スフィンクス。え、私もスフィンクス。そうだよね、そうなんだよな、そうなんだよ。答えは奈良原マン。あー、やばい。失敗失敗失敗なら失敗してよ終わりましたけれども、はい終わりました、はい、全問全問不正解。まあまあメイマに多い。罰ゲームがあるんですかこれ。罰ゲームしときます。罰ゲームなんですかこれ。罰ゲームなんですか。私たちお前が言い出したんだろう。いやいや、まあ確かに罰ゲーム好きなのとかある。好きな罰ゲーム、好きな罰ゲームってなどういう意味なんだったい。あ、はい、これってさ社長のチャンネルで流んの。うん、そう。じゃあコメント欄に、はい、マイクラでできそうな罰ゲーム内容をちょっと書いといてください。はい、よろしく。はい、選別して私たちが選別してね、はい、そう動画化しますんで、よろしくお願いします。お願いしまーす。ということで今日はここまでですか。はい、ここまでです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。で、おつめにまに、めにまに、おつめにまに、バイバーイ。次はふみのたまきさんです。